はい、どうも、うみです。本日はクレイジー消しゴムというゲームをやっていこうと思います。もう早速レベル1の問題が来てるんですけども、子供をハッピーにして、これはいらない部分、消しゴムなんでいらない部分を消してこの子をハッピーにしようって感じですね。だから多分野菜が嫌いなのかな。あ、本当だ、消える消える消える。これは多分チュートリアル的な感じだから、はい、あははは。消えたらハンバーグが追加されたけど、それあり？しかもめっちゃ太っちゃったじゃん。やだ、すごい。やだ、キャー。何の会話してんのこの二人。バカップル？肉だらけの幸せ食事です。まあまあまあ、健康にね、を考えたら野菜も取らなきゃだけど、まあね、好きなものを食べるのが一番健康にいい気がするとは私は思う。いやー、いいね。幸せそうな体してる。はい、次。彼を助けて、助けなくていいんだけど、浮気してんでしょ、だって浮気してんなってもう自業自得だから、まあしょうがない。あ、いやいやいや待って、全然助かってないからね、こわバレない浮気なんてないのよ怖いな、後ろ後ろ、気づいて旦那さんやべえやべえやべえ、そうだよね、もう自業自得、これは自業自得。彼のエッチな秘密は、彼のエッチな秘密は、は、え、どういうこと、彼のエッチな秘密、え、もうこの女を消さなきゃいけないってこと、浮気してるってこと、え、ってことはこの子を消さなきゃいけない、うわ怖いな、なんか、はい、え、違う、不正解、やっちまったそんなふてくされなくても、彼氏のエッチな秘密は、あ、待って、本当に分かんないんだけど、どういうこと、え、どういうこと、エッチ、え、股間が立ってるみたいなやべえ、私の発想やべえな、もうやだ、恥ずかしい。え、待って、どういうこと、え、この女の子、え、え、何、え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 、待って、わかんない、どういうこと、待って、もしかしてさ、観覧車に連れ込もうとしてるってことだから観覧車を消すってことかな、え、違う、全然違かった、え、これむずくない、え、手じゃあ答え見ます、ちょっと待って、答え見ちゃったんですけども、黒い下着の収集、誰かの使用済みのみ、え、そんなの、え、わからんく、え、わからんくない、え、ちょっと待って、ステージ3だったよね今、え、ここを消せばいいってこと、ちょっと待って、え、そんなのわかんなくない、いや、わからんわからんわかんない、そういうこと、あ、だから服を消したらこの下が見えるって、いやー、わかんねえ、むず、え、待って、レベル3だよこれ、私いろんなね、ちょっと変態なね答え出そうとしちゃったし、もういろいろ恥ずかしかったんだけどこれ、ごめんなさい、はい、レベル4、幸せにして、いやー、ちょっとこれ幸先不安ですね、幸せにして、妻、え、妻から電話、え、これ浮気相手ってことじゃない、不倫、あれちょっと待って、固まっちゃった、さっきちょっと固まったからあれだったけど、多分携帯だよね消すのは、はい、あー、だよねだよねだよね悪い顔、悪い顔したね、だいぶ、奥さんの元には行かせないわ、うわー、やべえ女、やべえ女に引っかかってる男、ダメだねこの男、もう早急に別れるべき。彼女の秘密は、彼女の秘密は絶対この中に何かあるでしょ、なんかここ見てるもん、これを消せばいいってこと？おどこもかしこも浮気ばっかしやがって、ただの仕事の先輩だという男がクローゼットの中にいるずこのクローゼットの中にいる男もさ、どんな、なんちゅう顔してんのそれ、はい、レベル6、私もイケメン彼氏が欲しい、私イケメン彼氏が欲しいってことは、この男を消すってこと？どういうことだ？はい。あ、違う。こっちの女を消す？これで横に座らせるみたいな男。ああ、うわ、うわ。略奪。奪った。そういうことか。やべえ、やべえ、やべえ。怖え、女。今日から私たち一日ね。どういうこと？今日から私たち一日ね。え、記念日的な感じ。うわ、完全に奪っちゃってんじゃん、こんなね清楚系な顔して、中グログロだからね、真っ黒だよあいつ、完全犯罪して、いや、ダメ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 だよ、絶対にダメだからねこんなことしちゃ
ダメだけど、ダメダメだよそんなことしちゃ。これでみんなと仲良くなれる、みんな待って、いやいやいや絶対に仲良くなれないと思う、うん、あなたと仲良くする人絶対にいないと思う、そんなことしてたら。ダメだよ、ダメだよ、ダメダメ。改心して、ママをハッピーにして、雨だから雲を消せばいいってことかな。雨でそんな落ち込んでんの、はい、おーおー、え、ダメじゃないこれ。ママが幸せならいいんだ。だ、なんで、そんな、めっちゃ急に悲しくなった。ダメじゃん。雨降った方が良かった。うわ、ママ絶対その男と関わらない方がいいて、髪の色からして、あと髪のツンツン具合。ハッピーにして、うわー、そういうこともあるのか、消しちゃいけない部分もあるんだね。ハッピーにして、これいいのかな、ハッピーで遅刻しちゃうんじゃない。あっち、あ、やっぱ違うんだ。ハッピーにして、目覚まし時計じゃないの。ちょっと待って、もう一回、これなんか消しきれてなかったとかじゃ、あ、やっぱそうだ、あーびっくりした。なんかこれ結構細かく消さなきゃ消えた判定にならないんだよね、難しい部分。朝遅くまで寝られるって幸せ、今日で不登校30日目あって制服とカバンゴミ箱の中にあるんだけどダメじゃん、ダメじゃん、不登校30日目もう1ヶ月行ってないのかそんな朝苦手か。カップルはダメ絶対、カップルはダメ絶対、ん、靴ぐらいかな、消すの。あ、だよね、カップ、よー、なんか悲しいね、王子様と結ばれなかった。ガラスの靴なしじゃ結ばれない恋なんて所詮そんなものよ確かに確かに、そうじゃん、あれね、ガラスの靴がなくても結ばれたら本当のね愛って感じはするよね。うわ、深い、このゲーム奥深かったわ。おーっと、なかなかにキワい画像が来ましたね。冷まして、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 冷ましてちょっと待って、冷ましてって何を、服を脱がす、どういうこと、冷まして、冷まして、女の子、あー、なるほどなるほど、そういうことか、なぜ、どういうこと、やばい、冷ましすぎちゃった、ボロい下着は100年の恋も冷ましてね、あ、そういうことね、冷ましてって、恋から冷めさせてっていう問題だったんだ待って、なんで、なんで冷めちゃったの、あ、待って、脇毛やばくないこの人それボーボーすぎん、ちょっともう脇から何、ウニが生えてるもん、やばいやばいやばい、それはやばい。彼女を幸せにして、あのままね、脇毛がウニの状態でね、よくしようとしたね。彼女を幸せにしてだから、これは鍵のロック、すっごい頑丈なロックだねそれ大丈夫、これ不法侵入じゃないかな。片思いの彼の部屋に潜入成功、ダメダメこれマジでなんか犯罪とか普通にやっちゃうねこのゲームダメだよ本当に。彼女の秘密は、でっか、絶対これ入れ乳でしょ、絶対これ入れ乳です、絶対そうです、はい、ですどんだけ入れてんの。欲望が招いた惨事、いやだからってさ、逃げていく男も男じゃない、そこしか見てなかったのかよって話じゃん。ダメ、この男と付き合わなくてよかったよ、泣かなくていい、大丈夫大丈夫、はい次。花嫁の秘密は、花嫁の秘密はなんかこの下もっほりしてるからなんかありそうだね、もっほりもっほり、はい、おおおお、なんて大胆な浮気、浮気、浮気というのかこれどうして、何、結婚式前にどうして、幸せのお裾分け全然お裾分けされてないんだけど、やべえな、このウェディングドレスに隠すって新しすぎるね、はい、それはそれでね、ちょっと拍手を送りたいかもしれない私。新人教育して、なんかね、そこまでさ浮気したかったのかみたいな感じで。新人教育、お弁当食べていいじゃん、なんで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 、お弁当食べなきゃ、先輩より先にご飯なんて100万年早いわい、うわー出た、私もうこういうの本当に嫌だ、先輩だからこう、後輩新人だからこうみたいなやつ、もういいじゃん、みんな一緒って、一緒一緒一緒、大丈夫大丈夫。奴隷契約をやめましょう、奴隷契約をやめましょう、だからきびだんご、あ
やめちゃったらね、桃太郎終わっちゃうんだよな、話進まないんだよな。報酬が団子って鬼より鬼なやつだな。確かに確かにね、なんか現金100万円とかじゃなくてね、団子だからね、みんな優しすぎるよね。いや平和な世界だよやっぱりそういうお話は。結婚させてください、結婚させてください。あれかな、姑さんが怒ってんのかな。え、じゃあこれを消して、こっち姑を消せばいいんじゃない。ちょっと結構サイコパスな発言しちゃったけど、だよねだよね、姑を消すんだと思う私が。いなければ許してもらえるんでしょ、だって。はい、消えろ。結構残酷。邪魔者も消えたし、これから幸せになりましょうね。え、待って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 、怖い。そこまでそこまでするつもりはなかった、ごめん姑さん。え、しかもこれさ、女の子笑ってるじゃん。女の子は殺したでしょ絶対、嫁が。やばいよ、大丈夫かな。結構悩んでるだと思うよ、旦那さん。旦那さんだって悲しんでるもんね、ちゃんと。わ、怖い、殺された姑。怖え、闇深いな。ホストの秘密は、ホストの秘密はなんとなくこれカツラっぽく見えるんだけど、気のせいかな。あ、違う、かった、そういうことじゃない。また服系かな。じゃあ何かあったとか、着は服、服の下にまた下着着てるみたいな。服、あの下着よりやばかったな。俺を縛れるのは俺だけ。うわ、そのセリフで一気にふわーってなっちゃったな、怖いな。仲間に入れて、仲間に入れて、え、仲間に入れて、この子だけ仲間外れでしょ。え、どういうこと、消えただけだよ。醜いアヒルから平凡なアヒルへ。あ、じゃあ平凡になれたってことなのかな。でも一人だけなんか省かれてるよね。なんかかわいそう。どういうこと、かわいいな、ひよこ。やっぱ大人のアピールをして、大人のアピールだから、このいらない。あダメじゃん、大人のアピールしようとしたら裏目に出てんじゃん。無理している時点で子供だよね。確かにそうだよ、大人のね、頑張って大人になろうって思ってる時点でもうね、子供なんだよ。そう、そういうこと。はい、愛して、愛して、ラブラブホテル満室、満室を消す。え、違う、愛してラブラブ、ラブラブにする。え、違う、あー、なんだそういうことか。私また満室のところ微妙に消せてなかったんだ。はい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 、今日は寝かせないぜ、やめろやめろ、ラブラブホテルに入るな。女の子を助けて、女の子を助けて、ホテル、どっちだろう、この男を消すべきか、ホテルを消すべきか。ホテルかな、こっち消してみよう。え、それでも危なくない。あ、じゃっぱ違うよね。ってことはこの男を消すべきか。はい、消えろこのヤクザめ。はい、あー、なんかいい男来てすごい見せつけてんじゃん、胸。助けてあげたからサービスって、うわー、やだなこれ。今からじゃあホテル行くってこと、もうやらしいやらしいやらしい。その服何、もうどうやって破いたの。うん、そういう服あるけどね、胸だけ開けるってどういうことってね。はい、彼女をハッピーにして、彼女をハッピーにして、ん、彼女をハッピー、殺したいのこの子。じゃあこのマンホールを落とす。はい、え、違う、え、絶対そうだと思う。ちょっと待って、また私消せてなかった説。はい、ここ、はい、あ、だよねだよねだよね。うわー、怖ー、あんなに微笑む、死んだだけで、死んだだけ、死んだだけじゃない、ダメ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 、私とんでもないこと言っちゃった、死んだからってね。え、捕まえた、いい、怖ー、怖えー、この後何するつもり。え、でももう下に行ったら危なくない、自分も下に行ったらどうするんだろうこの子は。ぎっくり腰を予防しよう、燃える、ぎっくり腰を予防しよう、だから燃え、このゴミ袋が重いからぎっくり腰なりそうなんで、もうこれをなくしちゃえばいい。はい、おーおお、お、増えたよ、大丈夫、無理大敵。え、なんかもっと無理してない、大丈夫かな、あれ小分けにしたみたいな感じなのかな多分。レベル25。はい、じゃあ今回はここを最後にしようと思います。完全犯罪して、また完全犯罪しようとしてる。完全犯罪だから、この人見た人を消すってことかな。え、違う、どういうことだろう、完全犯罪、完全犯罪、
この男の、ボーケス？おお、よかったよかったよかった、はいはい、クリア。ん？僕何もしてないよ。あ、そういうことね、証拠を隠すってことね。この子供の顔腹立つな。